界は繰り返すばかり。感じがダメになる嘘はポイって捨てちゃえばよくて、ちょっとくらい怖い方がリアル。超音じゃないけど、初めまして、つなぎ合わせ、進んでは戻るのエピソード。恐れないで次へ進め、あの日忘れてきた言葉を取り戻せるように、見つけに行く旅路。答えを探したっても正解はないし、どこかに丸はあるの、教えてねえ。悲しいの裏側が嬉しいじゃないし、いつかは掴めるかな、伸ばした手で壊して作ってガッチャンコ、いつしか自分になってんだ。知らん顔して通り過ぎてた朝、無すぎる夜も意味なんてないよって誰が言った。そもそも意味とはもがきあがき、こすれほつれ、まだまだこれからのエピソード。今を憂い明日を憂い、それでも続いてく自分を抱きかかえるように、愛しに行く旅路。目に見えぬ境界、しか自分になってんだ。いつか見たあの夢は今も見れますか、不意にきしんだ心どうしてねえ。答えを探してても正解はないし、どこかに丸はあるの、教えてねえ。悲しいの裏側が嬉しいじゃないし、いつかは掴めるかな、伸ばした手で壊して作ってガッチャンコ、いつしか自分